ドンキホーテ、最近君変じゃないと白田は所長に、最近かしらおかしくないっすかと鯖島は兵道に、大事な話があると呼び出された二人は問い詰められたわけで、そしてお互いにこれ以上はごまかしきれないと観念するも、本当のことを言っても病院でもそうだったように、どうせバカにされるのがオチと思い直して、結局二人が行き着いたのはお互いになりきるしかないってなわけで、そのために見せ合ったあの DVD 中でもサバシマのはガンドンズドン、みんなうちの組に来ないか、サバシマ組絶賛組員募集中、なんとサバシマ組のプロモーションビデオもありました。なかなか小ネタも面白いですよ ね, ねえ。そして小ネタといえばですね、公式ツイッターの豆知識、まあ随分と前の続きなんですが、これまた面白い豆知識5。ドンキホーテのタイトルの星のマークは、本当は白抜きの星にするつもりだったけれど、提出書類に書かれた星が黒く塗られた星になってしまったので、それが正式タイトルになってしまったのです。まあどっちでもいいっちゃいいんですが。豆知識6。白田が飼っているトカゲ、正式にはヒョウモントカゲモドキのアレックス、実は AD 明石のペットです。本名ギョロちゃん。豆知識7。サバシマアジサワイワシバラ、景品連合の皆さんは魚編の漢字が名字に入ってます。作家の大石さんのアイデア。豆知識8。翔太くんと勝美さんの意外な共通点はお掃除好き。よく見ていると二人とも手荷物はコンパクトだし、すっきりという印象。かっこいい。豆知識9。小説ドンキホーテの主人公、ドンキホーテおじさんの本名はアロンソ。ウィキで調べれば出てくることですが。豆知識10。スタジオの控え室には収録中に撮ったスタッフキャストのオフショットを飾っています。豆知識11。夏ロケ、一番厳しい戦いはセミ。セミの鳴き声が音声さんを悩ませるのです。水鉄砲とか長い竿で追い払ってます。ということで、この豆知識意外と舞台裏が明かされていて楽しいですよ ね, ね。そしてその一方で、本編にはジーンと胸に響くエピソードもたっぷり。特に今回はサバシマの妻あゆみの胸の内、あの人と一緒になるとき、自分の子供を抱くのは生涯諦めようって心に誓ったんです。だって子供がいたらサバシマの足手まといになるじゃないですか。それにあの人も子供を持つ気はなかったですし。でも後悔はしていません。愛するサバシマのそばでいられるだけで十分幸せですから。当然あゆみは白田だからこそ明かしたわけでね。あ、このことはサバシマには内緒ですよ。でも実際中身はサバシマですから、結局のところ二人が入れ替わってしまってるからこそ、サバシマ自身が知ることができたあゆみの胸の内、まあこのあたりが入れ替わりの真骨頂と言いますかね。ですね。そしてそして、まあなんだかんだあってあゆみのことを不憫に思ったサバシマは、最後に今夜はあゆみを優しく抱きしめてやってくれと白田に頼むも、まあ案の定思い直してやっぱりダメだ。あげくには、なんで俺がお前でお前が俺なんだよ。そりゃそうですよ ね。すっごい辛いと思います、でもね、もしギュッと抱きしめた後に実は入れ替わっていたっていうのがバレた場合、あゆみも複雑だと思うんですよ ね。そういうのいろいろ考えると、もう触らないでいてあげてって思うんですけども。ね、あと、私てっきりあの周平くん、置き去りにされた赤ちゃんですよね、養子にもらうと思ったんですよ、あゆみさんが。はい、だって病院で、あなた怖い顔されても泣かないのねって言ってましたし、あ、これってきっと養子にもらうふりなのかなってちょっと思ってたんですけども、でも後々そんなあゆみさん深い思いがあったんだっていうのが分かって、あ、やっぱりないのかなってちょっと最後思いましたけど ね。まあね、もしあるんだったらね、しっかり二人の子供を作ればいい話ですし、これ今後元に戻ったら、ちゃんと話し合ってほしいですよね、もしかしたらそれでね、欲しいっていうことになるかもしれないですし。でまあそのあたりがですね、この入れ替わりが起こった本当の意味っていうことにつながるんじゃないでしょうか。でところで、一方松浦幸子が反発している理由も明らかに。あんたじゃない、私からお母さんを奪ったのは峰子さんじゃない。要するに12年前に幸子の母親の親権を停止。だからこそ今回のネグレクトの一件で幸子は児相の職員に向かってあんなに強い言葉を発したわけですよね。ちょっとそんなこと軽々しく口にしないでよ。
親権停止って親が親じゃなくなるってことだよ。この子から親を奪うってことだよ。親がネグレクトしてるなら立ち直るまで指導しなさいよ。うまくいく可能性だって十分あるでしょ。この子が大きくなって赤の他人から勝手に親子の縁を切られたって知ったらどんな思いすると。確かにその気持ちはわかるんですけどもね、峰子さんを責めるのは間違いじゃないかなと思いますね。峰子さんは頑張って頑張って立ち直らせようとしたにもかかわらず、お母さんが悪かったんですから、その辺ちょっと勘違いしてるんじゃないかなって思いましたね。でもね、子供っていうのはね、どこまで行っても親を信じたいというかね、そういう差がある。でまあね、峰子さんもね、そんな幸子に向かってね、いいお母さんにきっと戻ってくれるからとかね、そういう甘い言葉は発してたんでしょう。なるほど。だから余計に裏切られたっていう思いが強いんじゃないでしょうか。あーねー。さてさて、そんな幸子のことを昔から知っている少年が登場。なんか怪しいんですよね。でも演じているのは菅田将暉ですから、悪い人間であるはずはなしと。果たしてどういう展開が用意されているのか、ドン・キホーテ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい。